伊原軍は朝鮮民主主義人民共和国事故道の北部に位置する軍。西北に王緑港が流れ、中華人民共和国とは国境をなす。本来平安北道に属した軍だったが、1954年に朝鮮民主主義人民共和国の行政区域改変で事故道が新設され、編入された。北では万浦市と自中軍、東では、 航開しと白日軍、東南には前川郡、南と西は小豊郡、西は曽山郡と接する。内陸高原地帯である伊原郡の南東の方の境界には江南山脈がそびえ立つ。一番高い山は1984メートルの高し積山である。南西の方の小豊軍と曽山郡との境界も高山地帯である。 大陸性気候で冬には気温が非常に下がる。年間平均気温は摂氏6度ほどである。1443年に伊原郡が設置され、1460年に廃止されたが1463年に再設置された。独立前には平安北道、伊原郡だったが、自行道、伊原郡に変更された。1952年12月行政区域の改変で、 西対面の四小里が、曽山郡に編入された。この節の出展代表的な産業は、木材生産と果樹園産業である。稲作は盛んではなく、豆、とうもろこし、ジャガイモなどを栽培する畑作が中心である。発電容量39万キロワットの伊原発電所がある。現在伊原郡には一遊、区、二十里がある。2008、2009、 http://hani.co.kr.section-0031-000-000-0031-0002-00051515-0005-03 50 w w w 2 0 0 0 html 2008年6月16日閲覧ありがとうございます